皆さんこんにちは、高文チャンネルです。はい、今日はメガ卓球スタジオさんにお邪魔したいと思います。それでは行ってみましょう。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お邪魔します。こんな感じです。いや、なんか外がアパートなのに入ったら卓球台があるってすごい。そう、羨ましい。なかなかないっす。羨ましいっすね、これ。はい。え、このこれなんですか、このスポンジは。これスポンジは、うちはアパートなので音が鳴らないように全面に貼り付けて。なるほど、なるほど。あ、そういうことなんですね。はい。これ後ろに一応防音シートも。すげえ。これはすごい。え、じゃあもう結構踏み込んでも大丈夫なんですか。踏み込んでも大丈夫です。へえ。すごいすごい、これラケットの数がえぐい。これやばい。これはやばい。これはもう、これはやばい。これはもう趣味ですね。じゃあこれ全部持って帰っていいんですか。じゃあこれ、これね、これダメ、ね、これ持って帰って、財産の財産の。レア物とかあるんですか、ラケットで。レア物、レア物は、はい、どれかな。昔のゲリゲリとか。おお。そう。あ、じゃあこれ視聴者プレゼントで。これダメだよ。いらないでしょ。こんなボロボロなの。欲しいって人いるかもしれない。こんな古いのいらないですけど、これすごい。へー、もう僕が中学生ぐらいの時から使ってる。ちょっとこれから話を伺ってもういいですか、いろいろと。はい、卓球場のこととか、はいはい、お願いします。一応距離があった方がディスタンスで。危ない。ちょっと軽く自己紹介の方をお願いします。はい、メガ卓球スタジオを経営させてもらってるメガ達也と申します。よっ。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、遊びに来てくれて、はい、ありがとうございます。ここは、最寄り駅は、最寄り駅は、西武線の一橋学園が一番近いんですけど、はい、あ、そうですね。はい、でね、結構ちょっと歩くんで、はい、まあ、バス停が近くにあるんで、はい、バス停利用の場合は、国分寺駅か、武蔵小金駅か、花小金駅。はい、あ、なるほど。そう、何か所かあるんで。営業時間ってのは何時から何時までやってるんですか。営業時間は一応朝の9時から夜9時まで、はい、9時まで、はい、やってるんですけど、はい、まあお客様の希望があれば時間外でも。時間外でも、はい、気になるこの料金っていうのは。料金はそうですね、一応もう一律でやってまして、はい、まあ、1台しかないので個人レッスンがメインなんですけど、はい、まあ、お一人1時間3500円でやってますし、はい、定期的に来ていただける方とか、はい、まあ、学生さんとか小中学生さんは3500円より割引して、はい、連絡先とかはどうしたらいいですか。連絡先は一応ホームページもあるので、はい、メガ卓球スタジオとか、はい、メガ卓球とかで検索すれば、はい、あ、じゃあその概要欄に、はいはい、ありがとうございます。そこ、はい、から問い合わせをすると、はい、電話番号とメールも、はい、あの載ってますので、はい、わかりました。連絡してくれれば、はいはい、レッスンは公式 と、ラージボールも。そうですね、両方、はい、はい、一応両方やらせてもらってます。ということで、はい、ぜひ皆さん一度、こちらの卓球場に遊びに来てください。お願いします。